キャメロット最後の守護者は、アメリカの小説家、ロジャー・ゼラズニーによる短編ファンタジー小説。現代を舞台に、狂える魔法使いマーリンに立ち向かう、同騎士、ランスロットの活躍を描く。作者が小説で、ランスロットを取り扱うのは、アバロンの銃に続いて、これで二度目となる。発表の翌年バルログ賞短編部門を受賞し、またテレビドラマや漫画に本案された。 日本語訳は、朝倉久志によるものが、早川文庫の同名の短編集、キャメロット最後の守護者に収録。アーサー王時代の人物たちが、三者三様の原因で、現代に命を繋いでいた。魔術師マーリンは、耳上によって、魔法の眠りに沈み、魔女モーガンルイは、自らの魔法で、若さを保って。そして、物語の主人公であるかつての円卓の騎士。 ランスロットは本人が知らぬままマーリンが遠い未来に手駒として利用するため魔法によって時の流れから守られて緩やかに老いを重ねていた。サンフランシスコで戯れに占い屋を営んでいたモーガンと開講したランスロットは寒暖の中でマーリンの目覚めの時が迫っていることを伝えられる。の魔術師は極端な悪の理想を備えた人であり、 かつてのアーサー王のように国家指導者が魔術師に浸水することがあれば現代では大量破壊兵器による虐殺をもたらしかねない彼女の依頼に従い社会への介入を止めるようマーリンを説得するためランスロットは急ぎコーンウォールへと渡る対話が双方にとって甲斐なく終わった後ランスロットが自身の障害になることを危惧したマーリンは下辺であるうつろな騎士に命じて 彼を世界の狭間で儀式の生贄に捧げようとする。これに対してランスロットは新たなアーサー・王の創造を阻止するためのキャメロット最後の守護者としてうつろな騎士に立ち向かい、一方のマーリンは乱入したモーガンの献身的な犠牲によって彼女と共に世界の狭間の消滅に巻き込まれる。この短編は1980年バルログ賞短編部門を受賞している。 1986年、この短編を原作として、トワイライトゾーンの1エピソード、キャメロットえる神話が制作された。1993年には、ジェームズ・チン・マーマンの手によって漫画家も果たしている。ありがとうございます。